はい、どうもボーダーです。今ですね、平安神宮に来ております。で今日はですね10月24日の木曜日ですね。時刻は3時57分です。もうまもなく4時ですね。で今からちょっと平安神宮を散策しようかなと思います。あ、ごめんごめん。ねえ、あれはあれかな、お土産屋さんかな。なんか虫がいるね。虫が、お土産屋さんですね。いや、お土産屋さんかな。なんかな、あれ前からあったっけ。いや、わからん。なあ、ちょっとわからんよね。ちょっとなんやろうな、でもわからんね。何のお店かはちょっと入ったことないんでうん、でもお土産屋さんっぽいね。うん、そんな気はするわ。うん、なんかそんな感じする。営業時間6時って書いてるから6時まで。お、なんかやってるよ。マルシェかなすごい、ちょっと見ようか。ちょっとマルシェ散策しましょう。そう、知らずに来たらたまたまマルシェやってたタイミング良かったっていう。え、すごいね。あ、面白そう。すごいな、規模がすごいよこれは。ちょっとこっちがメインね、平安神宮。多分入れると思う。あの、あ、なんか工事してるね。うん、ちょっと平安神宮工事。どうぞ、さっき平安神宮行っちゃう、うんうん、それからちょっとマルシェ見ようか。うん、渡りましょうと。工事中ってやね。130年祭記念事業って書いてるな、よし。まあ、ここでね、うん、ライブしたりね。ライブ？アーティストの人たちが。うん。ホールみたいなとこで。いや、もうここの部屋全部。ここで？そう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 。うん、この中で？うん。するアーティストもいると。うん。すごいな。そうそうそう。5時半で終わり。ね、御朱印がすごいね。ここに、ここ、うん、ここの中で歌うってこと。そう、ライブ。多分そこの前のとこをステージにしてな。で、ここでライブをしたりする。そういうの OK なのね。そうそうそう、OK なのね。まあどうしようかな、まあ、どうする、どうしよう。とりあえず近くまで行こうか。
まあ、あのね、あのお庭があって神殿入り口って書いてる。ここが、まあ、ここがね、あれな、あれやね、あの結構良かったりする場所というか、多分まあお金いると思う。残念ながら工事中。うん、ここは工事中です。うん。多分ここね、広いのよ。ないか。あれ、こんな景色、あれ、こんな人、あれ、ちょっと待って、店もすんの、あれマジで、もっと安かったけどな、昔2000円ってすごい。いや、もっとね、安かったよ。いや、これはちょっと多分、あ、やっぱ1000、大人600円。うん。びっくりするよ。ね。あー、なるほど。特別だな。そう。うん。そう。まあ、お庭はまあ、また行こう。うん。またの期間にしていて。全然違うね。うん、全然が、また。これがドーンと見えたら、またこう。そうやな。うん、そこなんか作ってるやんな、そこの、なんかあそこでなんかなんか作ってるわ、うん、なんやろな、販売所みたいなやつ、うん、そうそうかもしれんな。マルシェを見ましょうか。なんやろうな、まあ、平日でマナーマルシやってるってなんか珍しい気もするよな、うん、なんか土日やってるやん基本的に。なんか書いてる？じゃあ行こうかな。アンティーク&古着を楽しむコートの、うん、
うん、定番、うん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 、マルプリマ。あ、そうなんや。ああ人気のマーケットです。へえ。平安なんて書いてんだ。確かになんかアンティーク系多いよな、こうやって見てたら。フリーマーケット。へえ。今日だけなん？へえ。なんか何ヶ月かに1回ぐらいやってるみたい。あ、そうなんや。うん、で今日はちょうどその日だったみたい。おお。じゃあもうほんまたまたま良かったな。そんな。すごいな、アンティークやね。結構なんかもう片付けに入ってきてるか。うん、そんな感じやな。うん、なんかそんな感じやんな、もう。もう片付けに入ってるね。もう4時8分か。でもすごいよ。うん。すごいよ、見て。ここもいっぱい。あ、ほんまやね。すごい、ちょっとこっからのまた。いいね、景色というか。うん、いいね。ちょっとこっち行こうか。こっち行ってみる。うん、すごいね、皿とかいっぱい売ってるよ。すごいよね。え、規模がでかいわ。規模がでかい。うん、ほんまに。すごい規模。かわいいな、ちょっと。の、もしかしたら4時までやったかもしれんな。うん。そうやね。いいね、うん、この椅子、カラフルな椅子がいい。ジェスターバがありますわ、ザヤ書店が。いいね、ここね、座るとこあってさ、うん、なんのんびりできるわ。じゃあこんな感じで、どうする、どっち行く、こっち行く、うん、ここでなんかコンサートをするしね。ね、アーティストの方が。
渡ってみようか。ちょっと気になるところがあってさ、あ、渡ろうか。なんかね、あそこあた前なんかお店、うん、なんか新しくなんかできた。前はこんななかったんやけど、カフェ、カフェなんかな。うん、ここはね、スワブルっていうね、なんやろね。あ、でもチーズグリルテラス、うん、チーズのグリルテラスって書いてるな、うん、しかも営業時間9時半までやってますわ、うん、ちょっと気になるでしょ、ここね、うん、また行きたいね。ね、また行こっか、うん、ってことですわ。うん、しょ、スタバやっぱ人がすごい多いね。すごいな。うん、スタバすごいいっぱいやで。大行列ですよ。大行列なんであんな人気なのスタバってどこ行ってもいっぱいもんねすごいよ、すごいわスタバって。恐るべしなあ、恐るべし。今4時16分だわ、うん、京都美術館があるね。京都府立図書館、おしゃれやな。うん、おしゃれな美術館ですよ本当に。おしゃれすぎる。あの美術館もね、うん、またおしゃれやしね。高いなこの鳥、すごいな。ああ。
なあすごいよな。ここもなんかこれも美術館じゃないの？なんかコレクション展やって、ちょっとよくわからんけどさ、国立近代美術館やって、ここもほら、ここも近代美術館、なんかここもそうな、でも、うん、でもここはちょっと行ったことないわ、ここの美術館は、うん、一回もないわ。ファッションが好きな人いいんじゃない？あーほんまや、今ファッションだよ。うん、ファッション好きにはもう、うん、そたまらん美術館かもしんない。いいね、このカラナングルいいわ。なめっちゃ良くない？こっからのアングル。Templo se dedica al Chionin, pero nosotros vamos a ignorar. ¿Para vamos a ignorar? Claro, ah, vale. Todo el mundo ya, todo el mundo ya. Sí, bien. Como he visto con energía, vamos a tratar. Vamos a tratar. Lo voy a llevar para jugar un poquito. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué餅だ。うまそう、いいね。めっちゃいいよ。何やろな。ちょっとわからんね。ここのね、和菓子マジでね、おすすめ。うーん、あ、なんか美味しそう。どう？美味しそう。そう、おすすめ。あ、やってんのかな？やってますね、やってますね。ここね、まあ、そうでしょ。うん、ここのこのクリキントンがまた美味しいんだよね、ここの。そうなんだ。そうね。私も目も見えたもん。ここね、めっちゃいいんですよ。見て、あのこのクレジット見て。おいしそう。どうこれ、やばいっしょ。おいしそう。土産にどっ。土産にどっ。はい、ね、買いました。まあ、クリキントンとね、あとあの季節の常生菓子、そう、常生菓子
を買いましたね。いやなんかねインスタフォローするとなんかあのこれ青田焼きをねプレゼントしねくれましたね。ね、よかったね、うん、ということでね今日はこの辺りで動画を終わろうかなと思います。皆さんあの最後まで見てくださりありがとうございます、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またねバイバーイ。またねバイバーイ。